い、じゃあ、皆さんこんにちは、ももこです。そして今日はゲストの人とお話しします。あかりさんです。はい、こんにちは、はじめまして、あかりです。よろしくお願いします。はい、あかりさんもポッドキャストをしている人です。なので、はい、後で私の下の概要欄を見て、あかりさんのポッドキャストを見てみてください。お願いします。今日は、2人でディスカッションをしたいと思います。はい、はい、ディスカッションのテーマは日本の若者、今と昔の違いです。おはい、はい、若者っていうのは若い人ですね。で、若者をここで高校生とします。はい、はい、若者は高校生、だいたい16歳から18歳くらいですね。はい、そうです。はい、はい、そして、私たちの世代と今の若者を比べたいと思います。はい、だいたい何年くらい空いてますかね。10年ちょっとぐらい差がありますかね。そうですね、なるほど。10年前の、はい、はい、10年前と今ですね。はい、比べます。はい、はい、そして比べるのは主に学校生活、うん、そしてもちろん恋愛。おお。あと、いろいろ変わりました。なのでこれについて話そうと思います。はい、お願いします。はい、2000年後半の、まあ、私たちが高校生のところは、うん、はい、もちろんスマホがなかったんですけど、うんうん、まあ、スマホがある若者はなんかどんな学校生活を送っていると思いますか？うん、あ、一番違うのはやっぱりカメラの機能がすごい上がったことだと思うんですよね。なんか私たちの時って結構画質が荒かったりして、あんまり写真撮る文化はなかったと思うんですけど、今の高校生ってめちゃくちゃ自撮りして加工して、ね、アップするみたいな。で、逆にプリクラとか全然撮らない感じなのかなって思いますね。そうですかね、プリクラ今撮るのかな。ね、あんまりなんか、そう、プリクラよりも自撮りして加工した方が盛れるって思ってる、ね、可愛くなるって思ってる人が多そうですよね。確かに。しかも、うん、プリクラってお金かかるし。あ、確かに。なんかわざわざプリクラ撮りに行くのはもうしないかも、ね。ああ、そうですね。確かに確かに。アップする。やっぱ今、インスタとか、TikTok やってるから、うんうん、みんな、すっごいもう、写真だけじゃなくて動画も結構撮ってますよね。はいはい、そうですね、なんか踊ってる動画とか面白い感じの動画とか TikTok とかにいっぱい上がってますよね。なんか私は結構それが、まあ、本当にもちろん楽しいと思うんですけど、うん、それが結構トラブルにつながりやすかったりするのかなって思います。あ、例えばなんか、うん、仲いい友達と仲良くない友達の間に大きい溝ができて、で、いいねをしたしない、ブロックするしないとか、なんかそういうめんどくさいのがいっぱいありそう。ああ、そうですね、確かに今の高校生ってこう察するみたいなのが私たちの時よりもずっと必要になってる気はしますね。そう、なんか例えばね、カップルがいて、うん、高校生のカップルが別れちゃった時にみんなインスタとかツイッターとか何 TikTok で分かるから、はい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 、なんか気持ち悪いっていうか、みんな自分のことが知っててなんかちょっと気持ち悪いと思います。あ、 SNS がこう自分の分身ぐらいまでなっちゃってる感じですね。そう、高校生は本当に何だろう、センシティブというかいろいろ考える時期だから、何か、はいはい、ね、SNS を使うのは何かあんまり良くないのかなって思いますけどね。あ、
そう、便利だしね、こう使いたくなるのもすごくわかるんですけど、やりすぎるとやっぱりこうメンタルというか気持ちが沈んだりする原因にもなりますよね。でも恋愛って今と昔、うん、ちょっと違うのかな、やっぱり。うーん、どうなんでしょうね。基本は変わらないと思うんですけど、やっぱりこうなんだろう、ツールが便利になってたりとか。そうですね、出会いは多いと思いますね、あ、今の方が、うん、さっきも言ったけど、私たちはその、うん、そのな学校の中で恋愛できなかったら文化祭とかに行かなきゃいけなかった、はいはいはい、でも今ね、そのインスタとか、うん、なんだろう、フェイスブックとかかなって、うんうん、気があるからここで、はいはい、他の学校のアクティビティに参加したり、うん、人とかにも行けるんですかね。どうなんだろう、かなと思います。 あとはやっぱりあの連絡頻度とかが相当変わってるかなって思いますね。確かに、なんか恋愛している、そうそう、うん、例えば付き合ってる男の子がいたりとかしても、私たちの時ってパケットがあったじゃないですか。パケットありましたね。だからパケシするって言葉ありませんでしたか。そうね、なんか電話したりとか、そうメールとか、そうそうそう、たくさんするとそれだけお金がかかってたので、なかなか気軽にこう長電話したりとかあんまりなかったと思うんですけど、今ってやっぱかなりこうLINE もそうだし、送るのが簡単とか、無料通話できるとかっていうのがあるから、そういうのでこう、ね、コミュニケーションかなりまめに取ってるカップルが多いのかなっては思います。確かに、LINE で、うん、通話をつなげっぱなしにしたりとか。うん、とか聞きますよね、時々ね。聞きますよね、みんな。そうそうそう、うん、なんだ、メイクも結構昔と今で違いそうですよね。違うと思いますね、確かに。どう思いますか、私今の方がもっとシンプルだと思うんですけど、うん、私もそう思います、ね、そうですよね、そう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 、昔ってなんかつけま2枚つけてる子とかいませんでしたか。つけま2枚つけて、で眉毛がほとんどないっていう。眉毛細ければ細いほどいいみたいな感じでしたよね。みんなめっちゃ細かった眉毛。うん、そう、男の子もそうでしたもんね。そうですね、確かに、うんうん、今割とこうなんだろう、マッシュ系というかフェミニンな男の子、中性的な男の子も結構かっこいいっていう風になってますけど、なんか私たちの時って割とこうギャルっぽいというか、髪をすごいワックスで固めたりとかしてる男の子がかっこいいみたいなのがあった気がしますね。なんか今の方がもっとなんだろう、大人っぽい感じですよね。ああ、そうですね、高校生に見えないというか、うん、そう、で、一番大きなじゃあ違いはスマホとガラケーということでよろしいでしょうか。ですかね、そこから全部の違いが生まれている感じがしますね。ね、そうですよね、うん、うんうんうん、ガラケーだった時とスマホだった時でもう学生生活が大きく変わった、うん、変わった、うん、そんな感じですね。はい、そうですね、はい、あと見た目はどうでしょうか。多分当時の写真とかあったら、うん、今度見せてください。YouTube だからね、ここに出るかもしれない。そうそうそう、ここら辺に出してみてください。はい、はい、昔と今は結構見た目も違うし、で、うん、学校生活もスマホのせいで大きく変わったということです、ね。うん、はい、そうですね。です。はい、ありがとうございました。一人で。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。じゃあ、あかりさん、はい、ポッドキャストと YouTube について、一言あればお願いします。はい、私は日本語 4U という、ウェブサイトでポッドキャストと YouTube を作っています。でポッドキャストは日本語と英語両方で話しているので、ビギナーの人でも聞きやすいと思います。YouTube は文法の説明をしたり、あとはももこさんのようなブログですね、 Vlog を作ったりしているので、ぜひ見てみてください。
はい、見てみてください。はい、お願いします。では、はい、今日も聞いてくれて見てくれてありがとうございました。じゃあまたね。はい、バイバーイ。